衝撃の音楽革命。ナンバーアンダーライン愛の新アルバムが総合チャート1位に。ファンダムの力が奇跡を起こす。ナンバーアンダーライン愛のノー・オー・リングが大躍進。2023年の音楽シーンにおいて、ナンバーアンダーライン愛のノー・オー・リングが大きな話題となりました。彼らのファンダムは特に熱心で、総合アルバムチャートで1位を獲得したことは、 ファンにとっても大きな喜びでした。総合アルバムチャートでの1位獲得は、ナンバーアンダーライン愛の音楽が幅広い層に受け入れられている証拠です。特に、CD フィジカルのポイントがなしで2位にランクインしたことは、その人気と影響力を如実に示しています。この成功の裏には、ファンの熱心なサポートがあります。彼らは、アルバムの宣伝や投票、ストリーミングなど、 様々な方法でナンバーアンダーライン愛を支え続けています。また、ファンダム内では、数字の分析や情報の整理、丁寧な解説を行う人々が存在し、これが全体としての大きな力となっています。このようなコミュニティの力が、ナンバーアンダーライン愛を支え、トップに押し上げる原動力となっています。ノー・オー・リングのリード曲が総合で2位にランクインしたことも大きな成果です。 フィジカルリリースなしでの高順位はデジタル時代における音楽消費の変化を反映しています。ストリーミングやデジタルダウンロードが主要な音楽消費手段となる中でナンバーアンダーライン I はこの波にうまく乗りファン層を拡大しています。このアルバムの成功は彼ら自身の努力とクリエイティビティの結果でもあります。リード曲を含むアルバム全体のクオリティが高く評価され多くの人々に愛されています。 特にメンバーの賞賛の歌声や、騎士君の独特の表現力、神宮寺君の安定感のある歌声など、個々のメンバーの魅力が大きく寄与しています。ファンダム内では、一番を目指すのは大切だけど、もっと大切なのはその道筋。僕たちらしく楽しめるか、どれだけファンと楽しめるか、という考え方が共有されています。この考え方は、彼らの音楽活動の根底にあり、 ファンとの強い絆を築いています。また、2番になったことの意味を理解し、それを次の挑戦へのモチベーションとする姿勢も見られます。ビルボードジャパンホット100では、上腕が総合1位とシングル1位を獲得しました。この競争はナンバーアンダーライン愛のファンにとって悔しい部分もありますが、同時に高ポイントの戦いを楽しむことができたという声もあります。ナンバーアンダーライン愛のファンダムは、 この悔しさを次への糧とし、さらに頑張ろうという前向きな姿勢を持っています。このようなファンダムの姿勢は、長期的な成功への鍵となります。継続は力なりという言葉の通り、ファンの熱意と努力がナンバーアンダーライン愛を支え続けます。ストリーミングの手を止めることなく、MV の目標に向かって努力し続けることで、彼らの音楽はさらに多くの人々に届くでしょう。 ナンバーアンダーラインアイのノー・オー・リングは単なるアルバムにとどまらず、ファンとの絆を深める重要なツールとなっています。ファンと一緒に楽しむことができる音楽は彼らにとっての大きな財産です。今後も彼らの音楽活動がさらに広がり、多くの人々に感動を与えることを期待しています。音楽業界は常に変化しており、新しい挑戦が次々と現れます。しかし、 ナンバーアンダーラインアイとそのファンダムの強い絆があれば、どんな困難も乗り越えることができるでしょう。彼らの音楽が持つ力は、これからも多くの人々を魅了し続けるに違いありません。この成功の裏には、音楽業界全体のトレンドや、デジタルプラットフォームの活用、ファンとのコミュニケーションの工夫など、様々な要素が絡んでいます。ナンバーアンダーラインアイはこれらをうまく活用し、 現代の音楽シーンで独自の地位を築いています。このように、ナンバーアンダーライン愛のノー・オー・リングは、ただの音楽作品ではなく、彼らの努力とファンの愛が結実した成果です。彼らの未来は非常に明るく、これからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。今後も彼らの活動に注目し、さらなる成功を期待しています。彼らの音楽を通じて、より多くの人々がつながり、 新たな感動を共有できることを願っています。音楽の力は無限であり、ナンバーアンダーライン愛はその力を最大限に引き出すことができるアーティストです。彼らの未来に期待し、これからも応援し続けましょう。ノーオーリングの成功の陰には、ファンとのコミュニケーションが大きな役割を果たしています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは SNS を通じてファンと頻繁に交流し、 ライブ配信やイベントで直接ファンの声を聞く機会を設けています。このような活動はファンの忠誠心を高めるだけでなく、新たなファン層を獲得する手助けにもなっています。特にライブパフォーマンスは彼らの魅力を最大限に引き出す場です。賞賛のエネルギッシュなステージング、騎士君の表現力豊かな歌声、神宮寺君の安定したパフォーマンスは観客を魅了し、 ライブ会場を一体感で包み込みます。これらのライブ体験は、ファンにとって忘れられない思い出となり、さらに熱心な支持者へと育てます。また、ナンバーアンダーライン愛の音楽そのものも進化を続けています。彼らは常に新しい音楽スタイルやジャンルに挑戦し、ファンに新鮮な驚きを提供しています。アルバム、ノー・オー・リングでは、ポップ、ロック、 R&B など多様なジャンルを取り入れ、幅広いリスナーにアピールしています。このような音楽的な冒険心が、彼らを特別な存在にしているのです。音楽業界全体を見ても、ナンバーアンダーライン愛の成功は特筆すべきものです。デジタルプラットフォームの普及により、音楽の聞かれ方が大きく変わる中で、彼らはその流れにうまく適応しています。 ストリーミングサービスを活用し、SNS でのプロモーションを行うことで、グローバルなファンベースを築いています。この戦略は、彼らの音楽が国境を越えて多くの人々に届く手助けとなっています。一方で、競争は激しさを増しています。ビルボードジャパンホット100での激しい戦いは、その一例です。上腕との競争は、ナンバーアンダーライン愛にとって悔しさもある一方で、 彼らのパフォーマンスをさらに磨く動機にもなっています。ファンもまた、この競争を楽しみながら、さらなる高みを目指して努力を続けています。継続は力なり、という言葉の通り、ファンとアーティストが一体となって、長期的な目標に向かって進む姿勢が、ナンバーアンダーライン愛の成功を支えています。彼らの音楽は、ただの娯楽ではなく、ファンにとっての生きがいや励ましとなっているのです。 未来に向けて、ナンバー・アンダーライン・アイには、まだまだ多くの挑戦が待っています。新しいアルバム制作やツアー、さらには国際的な展開など、彼らが次にどのようなステージに進むのかが楽しみです。ファンとの絆を深めながら、新たな音楽の境地を切り開いていく彼らの姿を、これからも見守り続けましょう。このように、ナンバー・アンダーライン・アイとそのファンの物語は、 音楽を超えた深いつながりと相互の支え合いによって築かれています。彼らの成功は単なる偶然ではなく、計画的な努力とファンの情熱の結晶です。これからも彼らの成長と進化を期待し、さらなる飛躍を応援していきたいと思います。音楽の力は無限であり、ナンバーアンダーライン愛はその力を通じて、多くの人々に感動と喜びを届け続けることでしょう。彼らの未来は明るく、 どんな新しい挑戦にも果敢に立ち向かう姿勢が、ファンをますます魅了していくに違いありません。彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され、影響を与え続けることを信じています。最後に、私たちは常に音楽を通じて、新しい世界を探求し続けることの重要性を思い出す、べきです。ナンバーアンダーライン愛とそのファンが築く物語は、その一つの素晴らしい例です。 これからも彼らの音楽と共に新しい冒険と発見の旅に出かけましょう。ファンの情熱とアーティストの想像力が交わる場所にはいつも新しい感動が待っているのです。